景気はいつまでたっても、総理大臣の話とは全く逆で、よくならない、そして国民の所得はずっと減る一方であります、その上、今申し上げましたように、都市と農村の格差、雇用の立場の格差、所得の格差、この格差は広がる一方。 ではないですかこのまま安倍さんのやりたい放題にさせていたんでは、この国の未来も危ないし、そして国民の皆さんの命と暮らしも危ういものになる、自由は大事だけれども、しかしその中で、弱い立場の人、それは大部分の国民皆さんの暮らしを、どこに住んでいても、どんな職業についていても、 きちんと一定の暮らしを保障していく。そのために政治はある。そうでしょう。